夢に向かって頑張ってる監督さん、すっごく素敵だよ。疲れたらおにぎり食べて休んで、自分のペースで頑張ろう。俺、近くでずっと応援してるね。はい、今のジングルはですね、イカルガミスミで、監督ネームジュピさんからいただいたシチュエーション、イカルガミスミ君に夢を叶えるために頑張っている人へのエールをお願いしたいというリクエストに対するセリフでした。なるほど、夢を叶えるために頑張ってる人。なるほどね。いいですね。我々のテーマでもありますしね。